はい、皆さんこんにちは、村田です。今回は、買わないと損するスタンド型ワイヤレス充電器のおすすめ3選を解説していきます。今の時代ですね、リモートワークが世の中に浸透したことで、自宅の中で仕事をしている人、僕みたいな人多いんじゃないでしょうか。そういった人に対して、自宅のデスクで仕事をしていく上で、間違いなく持っておいた方がいいアイテム、それがスタンド型のワイヤレス充電器なんです。もう僕は断言します。仕事の効率を上げたいんであれば、間違いなく買った方がいいです。逆にスタンド型ワイヤレス充電器を使っていないなんて LINE でメッセージを送らずに手紙を送るようなものです。シンプルに不便です。時代は令和です。文明の利器を使いましょう。スタンド型ワイヤレス充電器はスタンドなのに、そのスタンドに対してワイヤレス充電機能がくっついた 2-in-1 の超便利なアイテムです。例えば iPhone や Android など地域規格に対応したスマートフォンであれば、立てかけるだけでワイヤレス充電ができてしまう。そして通知の確認もしやすいということで、非常に便利なアイテムです。リモートワークをしている時に仕事の通知がすぐに確認できたり、返信したり、それでいてそのまま充電をし続けてくれるっていう超便利なアイテムなので、皆さん使った方がいいです。もう何度も言います。間違いなく使わないと損をします。ということで、数多くあるスタンド型ワイヤレス充電器の中から、僕が厳選に厳選を重ねて、厳選しすぎてもうなくなるぐらいのおすすめしたいスタンド型ワイヤレス充電器を3つ揃えていますので、これから解説していきます。それでは行きましょう、イントロ。Oh, yeah.買わないと損をするスタンド型ワイヤレス充電器。まず一つ目はスタンドオンです。デスクをおしゃれに見栄えのいい外観にする。そんな時に使いたいおしゃれなスタンド型ワイヤレス充電器といえば、このスタンドオンですね。最近発売されたばかりで、まだクラウドファンディングでも話題となったアイテムです。一見可愛らしく見えて見栄えのいいスマホスタンドかと思いきや、 iPhone や Android スマホなどワイヤレス充電機能に対応したスマートフォンを乗せるだけで無接点充電をしてしまう 2-in-1 の便利なスタンド型ワイヤレス充電器なんです。まるでスマホが浮いているように支える独自の吸着面を取り入れたフローティングスタイルを採用しています。縦でも横でもピタッとスマホを置けてずれ落ちることはありません。デスクの上に設置しておけば、仕事の通知がスピーディーに確認できたり、サブモニター代わりに使うなんてこともできます。それでいてワイヤレス充電をしてくれるっていうのの利便性の高さが魅力なんです。カラバリにはホワイト、ブラック、ピンク、グリーンのおしゃれでフェミニンな色が揃っています。お部屋のインテリアに合わせて選んであげるのがおすすめです。買わないと損するスタンド型ワイヤレス充電器おすすめ3選。2つ目はアンカーパワーウェーブ10スタンド with USB A ポートです。自宅やオフィスのデスク周りに置くと便利なスタンド型になっています。スマホを立てかけることができるので、通知の確認やメッセージの確認が非常にしやすい形状をしています。例えば仕事中にスマホを確認するときには手に取る必要がありますよね。しかしこのアイテムであれば、立てかけておくだけで手に取らずに通知を確認できたりします。さらにスマホを横向きにすることで動画鑑賞も楽だし、大きな画面で見ることができるので非常に便利です。そして本体には驚くべきことに USB A ポートを搭載していて、ワイヤレスチャージをしながらでもケーブル接続によって他のデバイスを充電するっていったこともできます。 USB A ポートは2口搭載されているので、ワイヤレス充電機能を含めると同時に3台まで一緒に充電することができるっていう非常に便利なアイテムです。例えば社用のスマホ、そしてプライベートなスマホ、もう一台、例えばワイヤレス充電器だったりね、持っているデバイスが多い人にとってはデスクでこれ1台さえあれば3台同時に充電できるので非常に便利ですね。僕も一時期使っていましたが、3台それぞれにアダプターを準備する必要はないので、これ1台でスッキリとしたデスクになるので非常にスマートです。買わないと損するスタンド型ワイヤレス充電器おすすめ3選、最後はロボテックワイヤレスカーマウントです。
車内に取り付けるカーマウント型のスマホアームを搭載した、ワイヤレス充電器です。もともとは、車のダッシュボードだったりに吸盤で設置する、車載用のグッズなんですけれども、これをデスクの上につけることによって非常に便利なテレワークアイテムになるんです。観音開きのようにマウントが開きます。そしてそのままマウントが閉じてしっかりスマホをホールド、そしてそのままワイヤレス充電が始まるという非常に便利なアイテムです。しかもアームがついていることによって自分のベストポジションに位置を調整することができるので、一般的なスタンド型のワイヤレス充電器よりも、動きの自由度が非常に高いです。パソコンモニターのすぐ隣にスマホの画面を置きたいんだけどなーっていう時に非常に便利なので、皆さんのデスク環境に合わせて、そして自分の用途に合わせて自由度の高いスタンド型ワイヤレス充電器を選びたいなーっていう人には非常におすすめです。さて、買わないと損するスタンド型ワイヤレス充電器のおすすめ3選を解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。リモートワークが広がっていることだったり、お家の中で過ごす時間が増えたことによって、皆さんね、快適なスマホライフをどのように過ごすか、これは非常に大切なポイントです。特にお仕事に関係することであれば、まず効率を重視するべきでしょう。そういった意味で、平置きタイプのワイヤレス充電器よりも、スマホを立てかけることができるスタンド型タイプを選んであげると、スマホの通知がスピーディーに確認できて仕事の効率が上がると思います。皆さんも仕事効率を上げたければ、スタンド型ワイヤレス充電器を使わないと絶対に損なので、心からお勧めをします。今紹介した3つのアイテムはこの動画の概要欄に商品リンク入れてありますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ということで、このチャンネルでは今ここにない未来をその手に、をコンセプトに、最新ガジェットやスマホアクセサリー、さらに目新しい雑貨まで幅広く取り扱う、会員登録数40万人を超えるネットショップアップバンクストアと、ガジェットを中心にレビューしているウェブメディア ABS マガジンを運営する僕村田が、物の価値を分かりやすく解説しているチャンネルです。この動画が参考になったよという方は、チャンネル登録とグッドボタンを押してもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。